子様ももっと持ってくださいよ。あの子の不始末なんだから私関係ないよ。手伝ってるだけありがたいと思ってくれなきゃ。ほらもっと持ってきなさい。あんたらのせいで大迷惑だったんだから。怖い。知らせが遅れて申し訳ないね。私たちなりに幻想郷の未来を思ってのことなのよ。早まってる態度には見えないよね。私たち地底の妖怪を招待していただいてありがとうございます。ああ、こういうのは人数が多い方がいいんだし。悪いのは悟り様、あたいらは悪くないですよね。あんたらは言うな。ま、温泉も湧いたし結果オーライだよな。後でまた入りに行こうよ。カッパってお湯でもいいのね。月には群雲、花には風と、おぼろみに隠れた焦燥。の連中も到着か。何やってるの。ああ、天狗がさっき号外のバックナンバーを持ってきてな。清く正しい社名丸です。どうぞ、今日の号外ですよ。あら、どうも。いつも助かってるわ。いや、それほどでも。窓拭きとか、靴を濡らした時とか。そうでしょ、そうでしょ。焼き芋とかに便利だよな。ちゃんと読んでくれてますよね。フランは今日は留守番か。お目覚めにならなかったのでメイリンに留守番させてますし、おやつも用意してありますから。勉強になりますね。おや、懐かしいわね。私たちが幻想郷に来て間もない頃ですね。赤い霧の時のね。あれはびっくりしたよね。結局私の活躍は乗らないんだから腹が立つよな。レームさんとあなたじゃネームバリューが違いますからね。発行部数が全然。うわっ、おい天狗、こっち来いよ。私らの酒が飲めないとは言わないよな。うわ、いやいや、そんなこと言うわけないじゃないですか。ぜひその時の話を聞かせていただけませんか。私も巫女として異変解決の勉強しなさいと、かな子様と諏訪子様が。あなたレームに退治されたばっかりでしょ。はい。あ、なんだ、便所か。あ、ちょっと。森屋神社はどっちかっていうと異変を起こす側だよね。わかってるのよ、出てきなさい。さすが白霊の巫女、いたのよくわかったわね。
ずっと覗いてたでしょ。気になって落ち着いて飲みはしないわ。気になるなら普通に現れて一緒に飲めばいいのよ。いやよ。は？なんで悟り妖怪まで来てるのよ。何？心を読まれてまずいことでもあるわけ？あなたこそ、モリアの巫女に話してあげればいいじゃない。住んだ異変の話なんか忘れちゃったわ。だいたいあの異変も元はといえばゆかりが。逃げた。まあでも、あの日のことは考えてみれば、いくつか腑に落ちないところがありますね。妹様のこととか、マリサが来るのが早すぎた。マリサは泥棒に来ただけでしょ。だからそれは誤解だぜ。いい機会ね。霊夢がいなくなってつまんないところだし。よし、それじゃああの事件の全てを聞かせてやろう。ホラ話は禁止よ。分かってるって。マリサの知らないところは私たちの方で話しましょう。そう、あれは夏の暑い暑い日。ジルノちゃん、もうやめようよ。情けぬよ。震え上がるがいい。あたいの真の力に。あっけー、はぁ、夏はこれに限るぜ。ちょっと何遊んでるんですか。あれですよ、あれ。湖畔に現れた謎の幽霊屋敷。ほう、ガセじゃなかったんだな。またえらく豪勢な建物じゃないか。門番の妖怪には取材拒否されましてね。潜入取材を試みたのですが、敷地内をいくら飛んでも館にたどり着けなかったり、ようやく館の中に入ったと思ったら外だったりと、怪現象続発なんですよ。そこまでして隠さなければいけないものって何なんでしょうかね。それは一体どれほどの価値のある宝なのか。私は記事さえ書ければいいんですけどね。ちょい覗いてみるか。逃げようと思っても無駄だぞ。お気をつけて。降参すれば命だけは助けてやるぞ。なんだ、門番なんていないじゃないか。どうやらあたいに恐れをなしたよね。危ないよ、ジルノちゃん。ジルノちゃん、普通に入れるし、やっぱガセネタか。まあいいや、宝があればいただくし、妖怪が向かってきたら退治するだけだぜ。確かにお化け屋敷って風情だが。私は霧雨マリサ、探検家だ。あなた、人間？昨夜以外で見るのは初めてだわ。私はフランドール。ここにずっと閉じ込められてるの。ほう。遊んでくれる人は
はいないし、おもちゃはすぐに壊れちゃうし。私マリサで遊ぶ。よし、相手になるぜ。幻想郷こそ我が約束の地。人よ、妖怪よ、お前たちの運命は我が手のひらの上にある。夜を滑る我が力にひれ伏すがいい。してなさい。レミーから言われてるでしょ。今はみんな忙しい。おい魔法使い、あの空は何だ。お前らの仕業か。そうよ、あの霧で幻想郷はとこしえの闇に閉ざされ、この高魔館の主レミリア・スカーレットのものとなる。さあ、見逃してあげるからとっとと帰りなさい。私たちは巫女の相手で忙しくなるし、人間は私たちのしもべとなるのだから、むやみに取って食ったりもしない。恐怖のあまりおかしくなっちゃったのでしょうか。人間をなめるのも大概にしろ。妖怪大樹は巫女の先輩特許じゃないし、人間だって魔法が使えるんだぜ。この私、霧雨マリサがお前らを退治してやる。あれ、さすがは幻想郷ね。子供がちょいとかじった程度の魔法でこの私をどうにかできると思うなんて、まったく大した幻想だね。何？人間、私が本物の魔法を見せてあげる。お前の一生よりはるかに長い研究の先にある世界をね。メイドの土産話にでもするといいわ。
Shut up.